こんにちは。佐々木荒木野上、カッコ塩谷チャンネルです。このチャンネルはサンフレッチェ広島や J リーグの魅力を伝えるチャンネルです。今日のテーマは天皇杯の横浜 AC 戦のプレビューです。まずは横浜 AC との、えー、対戦成績を見ていきたいと思います。通算での対戦成績は10勝2分け3敗、えー、最近5試合だと3勝1分け1敗と、えー、勝ち越すことができています。 去年、おととしは、J リーグで年間2試合ずつと、2020年にはシーズン開幕前のルヴァンカップで1試合当たっています。今回の天皇杯が開催されるアウェイの三沢球技場では、2対0、2対0、3対0で、すべて完封勝ちをしていて、ホームで、ホームのエディオンスタジアムでの試合だと、2年間勝てていなかったというのが、直近の横浜ートの成績になります。サンフレッチェ広島の直近の成績です。天皇杯や、 今、ルーバンカップで次のステージに進むことができて、リーグ戦も、リーグ戦も上位を伺えるような位置にいますので、非常に最近の状態としては悪くないというふうに言えると思います。続いて、横市の直近の成績になります。3月4月は非常に好調で、J2 でも独走はしていたんですが、ゴールデンウィークあたりに勝ちなし、5試合程度勝ちなしの 期間があったりですが、まあ、少し調子は落ちているかなという印象はありますが J2、まあ、で少し飛び抜けている上位3チームの中に入っている、まあ、途中に不調があったにもかかわらず、まあ、序盤の,あの勝ち点の貯金というのもある貯金というのもあるので、まあ、現在、えー、3つ飛び抜けている3強のうちの1つという位置をつけ,つけられています。続いてフォーメーションの話に移りたいと思います。 サンフレッチェ広島は、この天皇杯に勝つと、4週連続でミッドウィークに試合があると、4月の1ヶ月程度、週二のペースで試合をするってことになる、その2戦目になるので、この基本のフォーメーションの通りにはならないかなというふうには思っています。例えば、塩谷選手のところが野上選手になったりですとか、また中盤のところで松本太一選手が、 あの東選手、柴崎選手、まあ、フォワードで言ったら長井選手などが、まあ、試合に絡んでくるのではないかなというふうに考えています。続いて横浜市の基本フォーメーショ者になります。まあ、横浜市も同様にやはり J1 に戻ることっていうのを一番に考えていると思われるので、2回戦のソニー仙台戦と同様メンバーを大幅に変えてくることが予想されるので、まあ、少しどういったメンバーになるのかっていうのは未知数なところがあります。 ただ、基本のフォーメーションとしては3、4、2、1を取ってまして、キーパーが、ね、昨年の夏に加入したブローダーゼン選手。で、3バックが、ガブリュー、w, 岩竹、中村匠選手ということで、特に中村匠選手は、3センターバックの右と位置ですが、まあ、石井東京時代は、サイドバックを務めていた選手です。で、ボランチは、最近だと、ま、手塚選手、ハイネル選手、和田選手が入っていて、まあ、和田選手とハイネル選手は、 まサンフレッチェにもいたことがあるような選手です。で、ウィングバックは、まあ、右に伊坂選手、左にま亀川選手か山下選手、もしくは武田選手あたりが入っています。まあ、横浜市は、去年まで札幌のコーチを務めていた四方田監督が就任されているので、でまあ、やり方としては、まあ、次のページでも話すんですけど、まあ、ほぼほぼ今札幌が取り組んでいるサッカーと同じというような捉え方をしていいかなというふうに思っています。 ということなので、まあ、非常にこのウィングバックの選手は高い位置を取るように求められているというのが今年の横浜市になります。そして、シャドウの位置には長谷川選手、あの、去年まで川崎に在籍していた選手と、あと小川光輝選手になります。まあ、小川選手はシーズンの最初の方はトップを務めていて、かつ5、5月にはもう2桁得点を達成するという、好調さ差をキープしていて、まあ、チームとともに少し調子を落としてしまったんですが、まあ、最近、 また得点を取れるようになっていて、非常に状態としては、ただまあ次の試合は、次の今回の天皇杯の試合は出るかは分からないといったところになります。そしてトップは、ワントップはサウロ・ミネーラ選手が最近は務めることが多いです。まあサウロ・ミネーラ選手も去年の夏に入ってきて、横浜てが苦しい状況ではありましたが、まあ一人で打開する力っていうものを持ってましたし、今年最初出遅れた部分があって、まだ本調子ではないような、 気がするんですけど、もしかしたらそのコンディションを上げるために少し使ってきたりすることがあるのではないかなという風に思っています。続いて、試合のポイントについてお話ししたいと思います。まあ、お互いに長所が出しやすい試合展開になるのではないかなという風に予想しています。まあ、サンフレッチェも横浜 fc もまあ自分たちのやり方っていうのを強く持ってる。チームででかつそれが。 同じメンバーじゃなかったとしても同じことをやろうという風なチームとしての方針を持っているといったような印象があります。でも横浜市としてはこれも札幌があの近年やっている見、まあ、社式をやっているという,うにあに、のー、考えてもらって大丈夫だと思います。 ということは、ま、後ろから手を繋いでくるっていうところで、ま、広島が、ま、どのメンバーが入ったとしても、ま、前からはめることができるか、ま、特にその前線の守備っていうところで、非常にチームに貢献ができる長い選手あたりが、その試合に出るのではないかなというふうに考えているので、ま、そこで、高い位置でボールを取れれば、もうそこですぐショートカウンター得意の形ができるので、そういった形がどれぐらい作れるか、 っていうところとまた逆にそれで、まあ、やっぱ相手もすごい前に出るっていう力を持ってるので、まあそ,こをまあ、そこの駆け引きというかそこの攻防っていうのが試合の鍵になってくるのかなというふうに思います、まあ、チャンスはそれなりに作れそうというふうに書いてあるんですが逆にピンチもそれなりに作られることもあるかなというふうに思ってます、まあ、理想としてはも鹿島戦だったりとか F ・マリノス戦だったりみたいなように、まあ、その相手の方がボール持ちそうな試合 で、あの、干渉した試合があったと思うんですけど、まあそういったような試合と同じようなことが横浜目指してでもできれば非常にいい試合になるんじゃないかなっていうふうに思っています。あとメンバーをどの程度変更するかっていうところで、まあ天皇杯だったり、まあ水曜日に試合があったリーグ戦の3連戦だったりっていう時も、 あまりメンバーを変えずにやっていたっていうのがもう今年の広島というかスキッペ監督の考えなのかなっていうふうに思ってたんですがまあどうしても今週が天皇杯で来週がガンバ大阪との延期分の試合でその次の週がもともと入っていた F ・マリノこの次の天皇杯に勝つとまたその4回戦がそのまた次の F ・マリノ戦の次の週に入るっていう形なのでまあ8連戦9連戦ぐらいになってくるのでまあメンバーどうしても同じメンバーでやり続けるってことは難しいので。 ま、ここの試合で何人か変えて、それでも同じことができるようになれれば、まあ、その後の試合、試合というか。 まあ、7月8月にも生きてくるので、まあ、そこもそのメンバーの入れ替わりっていうところで変わって入ってきた選手がどのような力を発揮できるのかっていうのが、まあ、今後に向けても楽しみだなというふうに思ってます。あとはその過密日程というところどこでそのパウサー消去するかっていうところこのパウサーっていうのはなんか FC 東京で流行っている言葉らしくてあのなんか渡辺龍馬選手の YouTube でなんかそのようなことをおっしゃってたのであの興味がある方は見ていただければいいと思うんですけど。 広島においても結構重要になるかなっていうふうに思っていて、まあ、やっぱ夏場になってくると、そのハードワークするっていうのがだんだん難しくなってくるというところで、やはり、ずっと理想を追い続けるっていうのも限界があると思います。まあ、そこで、どのように試合を小球種することして、まあ、試合をコントロールするかっていうところも、今後に向けて求められてくると思います。まあ、監督がどのように考えているかっていうところまではわからないんですが、 まあどうしてもむず、そのうち難しくなってくることもあると思うので、まあそういった時のために、そういうところも過密日程の間にやっていってほしいかなと思います。以上で天皇杯横浜市政のプレビューを終わりたいと思います。まあこの試合は、あの、三ツ座球技場を、ま,つまり関東圏内で開催されるってことで、まあ私、広島ではなく首都圏に住んでいるので、まあ行ける、まあせっかく行ける機会ではあるので、まあ天候があの悪くなければ、 いいこううかなというふうに思っています、まあ、非常にサッカー専用で見やすいスタジアムですので、まあ、近い距離で何かいろいろなことに気が付ければいいかなというふうに思ってますもし、まあ、試合に行ければ、まあ、その試合に行った時の様子っていうのを撮りたいなっていうふうに思ってますしまあ試合に行けなかったとしたら、まあ、天皇杯ダゾーンでやってないので、まあ、スカパーだったかが中継されてると思うんですけど確か JFA のアカウントで 今回の広島と横岡の試合が流れるような気がしたんで、ちょっとか、まあのリンク見つけたら概要欄に貼っとくつもりなんですけど、はい本日も最後までご視聴ありがとうございました。えチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。